この番組はフェイスグループの提供でお送りします。わー惜しい。いや俺良かったと思うよ。わ全然ダメだ。あダメだ。あー刺せる刺せる、やばい。おお特別ゲストが誰か。タラランタラランタラン。これで終わりとかも考えられなくて、なんか声も出せない時もあったけど、いつもみんなが支えてくれるから。投稿ゲームをやりたいと思います。イエーイ大好きこのコーナー。ペンネーム楽しいねこれ。ゴールデンロジャーさん20代男性の方、ゲームはですね、ロジャーさんジャスト10秒ゲーム、うん、ということでストップウォッチを使います。メンバーはストップウォッチを見ずに10秒にどれだけ近づけられるかを競うと。あのこれは10秒をオーバーしたら失格です。あそうなんだ。はい、そうさせてもらいます。はい、了解です。10秒ぴったりそれに近い人が勝ちと。これめっちゃ早く止められたら勝ちみたいなやりましたよね。やった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 それやる、うん、やりたい。それもやりましょう。それもやりましょう。じゃあ10秒先にやりましょう。いや準備できた。はい、できました。よし、じゃあ大島さんから10秒越したらドボンですからね。はい、なるべく画面を近づけてください。もうちょっと近づか、同時じゃないんだ。もうちょっと立ててもらえますか。ああいいですね。はい、見える。さあというわけで自分の好きなタイミングで始めてください。どうぞ。どこだ。せーの。ご覧ください。あれ？あ、12秒59。全然遅い。はい、遅いんだな。さあ横山さんどうぞ。行きますね。行きます。はい。よーいスタート。はい。確認してください。なんか弱くない？どうぞ。早いよね。見てください。めっちゃ生活じゃん。おかしいですわこれ。いやいやおかしくないですよ。でも早かったんですよ。7秒53だからほぼ8だから、まあ、ゆうこちゃんとそんな変わんない。うん、2秒ずれぐらいだよね。あ、そっか。さあ北原さんどうぞ、うん、見えますか。これね、スタートするタイミングがね分かりづらい。自分でいきます。あ、よく見える。すごい。うん、スタートの1って難しいね。確かに難しい。なんか測るの。あーあああドボン。いいよいいよ。あーショック。すげえ。みんな差し合わせ。なんか9秒ぐらいで止めたら圧勝ですよ。わかりました。そうだ、いきます。せーの。何秒？7秒だ。みんな下手じゃない？ちょっと俺にやらして。でも難しい。じゃあもう一回やりたい。普通に俺にやらして。ねえ、このままじゃ優勝横山だよね。いくよ。はい。お、そうなんですか。8秒41。もう一回やりたい。プライベートで。毎回みんなでやりません？じゃあ、せーのでやりましょう。どうやって消えるの？せーのでやりましょう。私、はい、ちょっとすごくなかったですか？今改めて。消えた消えた消えた。いくよ。これ見ちゃいけないでしょ？当たり前でしょ。よーい。見ても
もできないと思う。せーので、の、わー惜しい。いや俺良かったと思うよ。あ全然ダメだ。あダメだ。あーさすが、さすがやばい。おお、すごい。9秒44。あでも横山がすごいよ。ついてるけど10秒28。横山10秒28。いやでも指原さんが一番近いよ。やった、すごいよ。はい、というわけで指原さん金塊1枚ゲット。ありがとうございます。あよし、じゃあさっきのやつやろうぜ。横山さんです。早いやつ、よしやりましょう。早く、どれだけ早くってこと、うん、ピピってこと。そうピピってこと。じゃあこれね、制限時間3分の時点で打ち切りになりますから、それまでに一番早い、あの短い数字を出せた人が勝ち。あの出せないと思ったら どんどん見せてって。はい、はい、じゃあいいよ、好きなの始めてください。一番短い時間出した人の勝ち。壊れちゃった。あ、びっくりした。うわ早い。あ押せない、これ。これ難しいよ。怖いね、画面がさ、バッターだけど。06。あ、06。あ、06すげー。09だ。09ね。あ、早い。06。全然押せない。03、03。早すぎる。いや、じゃあそのやつがすごいんじゃねえの。え、じゃあ横山のやつさ、ちょっとさ見て、画面こんななる。すごくない？ん？画面が飛ぶ。全然これできない。できない。私もできない、これダメだ、できない、全然押せない。うん、押せない。うわぁ、 0.04 来たんだよ。あ、やっぱ03。04来たんだよ。やっぱ03かな。あ、これちょっと12が限界。あ、壊れちゃった。あ、画面消えちゃった、もう。あ、電源入んなくなっちゃったよ。ダメだ。なんかストップウォッチの調子が悪い。多分さ、ゆうこちゃんとさしらと北原のやつ一緒ですよね。このなんかちょっと軽い感じのやつでしょ。うん、わかんない、この赤いやつ。これ一緒だ。壊れない？これ壊れないし、落ちなくないですか？っていう、ちょっと負けすぎない。画面がね、飛ぶ。それもうダメですね。なんでだろう。あ、ダメなんです。どうしようかな、もうやめたいんだけど、横山さんがすげえ楽しそうにやってるからな。これここでやめようとは言いづらいんだよな。横山の手が重いんだけど。出た出た。どうしようかな。何？案内熱中してるや、ね、横山さん。ほら、何？おい、レイ、ここレイチ早い。意外にしろ。すげえな、ゆいこちゃん。すごいよ、ゆいこちゃん。すごい。なんて姑息なことを。だって画面、もうね、ちっちゃいやることが。ね、誰かさ、もう横山さんにさ、もうやめたいって言ってくるね。俺からとってもじゃないけど言えないんだよ。いや、ひとりさん言ってくださいよ。いや、言えないよ。だってさ、こんなに熱くなってる子、この番組で俺初めて見るからさ。いいよ、いや、大丈夫ですよ。いや、まずいって。ほら、見てよ、この怖いですよ。集中ぶり見てよ。これさ、もうやめようとは言いづらいじゃん。一人暮らしで、ね、それで2回立ててるよ、こんな。すごいね、力でねじ伏せてんじゃないの、それ。いやでもね、07とかですごいね。さっきの03がやっぱ、そうだね。2回とか1回じゃない。もうやめたい、もうやめたい、もうやめたい、もうやめたいです。05ですね。いや、もうやめたいです。横川さん、もうやめたいです。やめますか。やめたいです、やめたい。やめます。もうやめたい、ごめん。じゃあやめましょう。うん、じゃあやめてください。もう止まんなくなっちゃってんじゃないの。だってもう02が出したいですよね、やっぱり。うん、多分そのモチベーションあなただけなんですよ。もうみんな飽きました。もうちょっと飽きちゃったんで申し訳ない。もう飽きちゃった。はい、わかりました。あー、いいですよ。ヨンパラパラダイス踊っております。はい、さあ、というわけで、じゃあ続いてはですね、さっきすごい人いたんだけどな、いなくなっちゃったよ。あ、さっきね、このお店の中にすごい人いたんですよ。おお。でもちょっと外に寝ちゃったみたいで、いなくなっちゃった。おお。帰ってきたらいいですか、挟んでも。はい。すごい人いた。
こういうタイミングの方がむしろありがたいんだけど、今いないの？ちょっとじゃあ呼びます。今いないの？ねえ、さっきの人いませんか？もうビラ巻きに行っちゃったんだって。え？ビラ巻いてるそうです、その人。いやいや、今テレビ収録中なんで、だってビラ巻いてる場合じゃないでしょう。じゃあお客の入りが悪いらしいよ。今日お客の入りが悪い。あ、そうなんだ。お客が入りが悪いそうなので怒ってます、感動。じゃあビラ配りが終わったらまた、じゃあビラ配り終わったら戻ってきてもらいましょうか。すごく、みんなに見せたい、本当に早く見たいですね。というわけで続いてはですね、ヨンパラクッキング。わー、さあこのコーナーは横山さんですね、お願いします。はい、実はですね、土屋さんはね、料理が得意なんです。はい、 AD の土屋さん。いいですね。はい、そう、土屋さん料理が得意で、得意な料理は何でしょう？得意料理は、まあ、煮込み系とか、煮込み系とか、いいね、パスタとか、パスタよく作ります。得意なんですけど、今日もいい女やで。今日も実は何か作ってくれるんですよ。お、今？うん。その場で。うん、はい。何作ってくれるんですか？今日は、でも私お給料日前で、大したもの冷蔵庫入ってないので、いつも、うん、安くて、すぐ作れるやつを今日は作りたいと思います。ということで、いつもの給料日前の商品をね、作ってもらいたいと思いますので。商品、料理ね。料理、はい、料理を作る、はい、はい、作ってもらいますね。じゃあキッチンに移動します。はい、なんだ、あるもので作れるんだ、冷蔵庫だ。いい女やな。そうみたいですね。ね、いい女ですね。うん、やっぱね、料理の一つや二つできないとね、女の子は。奥さん上手ですか、料理？あ、上手だと思いますよ。僕はしばらく作ってもらってないですけど。じゃ、好きな奥さんの料理は何ですか？グラタン。いやー、かわいい。かわいい。グラタンが好き。グラタンが好きなんですか？そう、あとね、移動してきました。タルタル、キッチンに。タルタル家で作るタルタルってうまいんだよね。キッチンに移動しましたよ。キッチン真っ暗で何も見えない。暗すぎるだろこれ。あ、ついたついた。あ、いいな、生活感あふれてる。はい、そうですね。ちゃんとしたキッチンですね。じゃあ何を作ってもらえますかね。今回何を作ってくれるんでしょうか？具なしのあんかけチャーハン。具なしのあんかけチャーハンを作ってくれるということなので。具が入ってないでできんの、そんなの？ね、はい、ちょっとやってもらえますか？暗さがホラー映画の暗さみたいよ。ね、暗いね。ダメ、ちょっと助けないと無理だ。照明、うん、ホラー映画みたい。キッチンに電気ついてないの？ありがとう、ホラー映画ポンしてくれる。怖い怖い怖いすごいね。なんか後ろのね、電子レンジに映りそうだよ。あ、怖く見える、すごい、うん、はい何が入るすか？大丈夫、また止まってるんですか？大丈夫ですか？動いてますよね、大丈夫ですね。もうね、今こうご飯を解凍してくれてるんですよね。あ、解凍中ね。冷蔵庫閉めてください。はい、もったいないですからね、電気が。はい、閉めました。はい、閉めてください。ご飯の解凍ぐらい先にやっといてよ。じゃあその間に、ああ、来てくださいましたよ。到着した、特別ゲストが。誰、見て、タララッタララッタラッタラッ、ジョニー・デップ、ジョニー・デップ、ジャック・スパロー、すごい、お、すごい、似てる。ご飯の解凍ぐらい先にやっといてよ。じゃあその間に、あ、来てくださいましたよ。到着した、特別ゲストが。誰、見て、タララッタララッタラッ、デッツ、ジャックスパロー、すごい、お、あ、すごい、似てる、すごいでしょ。そっくりじゃん。今ビラ配りしてたみたいですよ。ジョニー・デップ、ジャックスパロー、ちょっと待って、本当に近くで見てもそっくりなの。これ、さっきの人じゃない？さっきの人じゃない人。誰？この人は、どれですか？何さん何さんですか？このチラシに載ってない人だそうです。どうして？なのに自分でビラ配ってんの？
出てないのに。下っ端なんですか。いい人だな。あ、下っ端だそうですまだ。ね、てか日本の方じゃないでしょ。ね、日本人？カリブ人。カリブ人だって。うん？カリブ？カリブ人。カリブの人だそうです。か。カリブ人。うん、あ、それジョーク、ジョークってこと？本気なの？ジョークだよね。え、本当は日本です。あの。見る限り日本の方ですね多分。あ、そういや、こうやって見ると本当にそっくりだけどね。近くで見ても全然わかんない。すごい。はーい。こんにちは、ジョニー・デップさん。ジョニー・デップさんこんにちは。どうも。どうも。あ、こんにちは。あのやっぱりあんま喋るのはあんまり似てないんですかね。喋んない方がいいんですね。喋んない方がいいんですかね。でも喋んないと会話できないですもんね。喋りますよ。あ、喋れるんですか。はい、いや、あの、いや、一応ジョニー・デップ風に喋ってもらえるとありがたいんですけど。モノマネはしないんですね。はい。はい。どうもこんにちは、ジョニー・デップさん。はい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 、どうぞビラ配り戻ってください。はい。ご苦労様です。ありがとうございます。どうぞあげます。はい、やってくれた。うん。ね、なかなかさ、頑張ってくださいね。なかなかすごくないこの人。いや、すごいわ。声真似じゃないんだね。すごい。あ、回答できた。ちょうど回答画面ものまで。ピーピー聞こえたよ。回答できたよ。回答できましたね。ピーピーってなったもん。多分すごい暑いです。ご飯が。あの、炊きたてをね、ああやってすぐラップにくるんで冷凍しとくと、保温しとくよりうまいって言うよね。へぇ、そっちの方が節電にもなるって。うん。一人暮らしにはいいですよね。ご飯使い切れないし。ね、あのキッチン遠くね？大丈夫？全然料理してるの見えないんだけど。見えないですか？うん。いや、何を入れましてとかそういう情報っぽい。そういうのみたいですよね、やっぱり。それと持ってきてよ、いちいち。今からこれ入れますとか、これを小さじ2杯とかじゃないとこだ。じゃあ作り方を。やっぱ教えてほしいみたいなので入れる前にこうしてもらってもいいですか。はい、ねえ、テレビ見てる人がやっぱりね作りたいだろうから。まずチャーハンを作ります。はい。具は卵だけ。具は卵だけです。卵だけのチャーハン。ちょっと油を引きすぎたみたいなので油を減らしました。はい、卵を入れてます。あ、いいな。料理してる音がする。うん。これはさ、あの横浜さん、クイズとかはないの？土屋さんの部屋の中にある、漫画を当てようとか、なんか。じゃあそれにしましょう。土屋さんの部屋には何の漫画があるでしょう。はい。でもいっぱいありますから。これ最初に当てた人が金貨1枚ゲットです。はい、ちょっとすいません、後ろがざわついてるんですけど。あれ、またタイミング悪いな。クイズ始まったのに。誰ですか、あれ。誰誰誰誰。指原さん、ちょっとお願いします。金髪先生。あ、金髪先生、武田哲也。どうも、武田でございます。お久しぶりでございます。武田哲也さんだ。何の音？何の音って声の音じゃんよ。声の音。どうも武田さん、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。病気も治りました。ありがとう。ご飯入れて卵とか出てます。大変だったですもんね。あ、ちょっと若い、若めな武田さん、哲也さんですね。武田さん、どうですか最近の若い人は。若い人ね、色っぽくだったよな。同じキスしたもんな。そうですね。助けて。何の音なんですかね。いいな、あの笑い便利だな。分かんない。便利だ。すごいな。あ、怒ってる。すごい怒ってる。ねえねえ、全然似てなくないですか。そういう、まあでも笑い方はなんか特徴あるじゃん。基本的になんか古賀さんのモノマネって怒ってる人多いよね。怒ってる人多いし、なんか似てる全部。うん。醤油を入れてます。醤油。ありがとうね、料理の中継してくれて。ご飯と卵と醤油で今チャーハンができてます。なるほど。漫画は、漫画当てようぜ。はい、当ててください。はい、りっちゃん、はい、7ありますか。
ありません。ないでーす。はい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 。七顔なの。オノリーが、オノリーさんが、じゃあ愛ちゃんが黒羊。黒羊ありますか？あります。正解。金貨ゲットです。金貨ゲットになりました。すごいね、2発目でいきなり当たったね。あのね、太田映画ちゃんっていうメンバーが、オノディ、さっきの表紙の人がでやってるアニメ好きで、はい、あんかけのあんを固形スープの素で作ります。すごい。へえ、なるほどね。あ、それはアイディアだね。沸騰してるお湯の中に今のやつを入れてます。あ、それであんかけを作るんだ。はい。結構みんな漫画読むんだ。漫画大好きです。大島さん漫画読まないんだ。あ、ありがとうございます。大島さん漫画読まない。読まないですね。あ、そう。普段何やって、映画とかは。映画は見ますよ。映画、一番好きな映画は。一番好きな映画は、なんだろう。お皿に持って完成です。一番難しい。お皿に持って完成です。はい、すごい。早い。簡単ですね。いいですね。ね、簡単だね。作れそう。ちょっと戻りますね。早い。はい。一番好きな映画あれです。影日向に咲くです。影日向に咲く。 ありがとうございます。俺実はまだ見たことないんだよ。な、嘘かい。ひどい。見てないんですか。実はまだ見てないんだよね。見ないの。なんで見てないんですか。なんか見ない方がかっこいいなと思って。かっこいいけど、ちょっとなんかかっこいい。全然。俺は原作だけなんで、あんま映画には興味ないですってスタンスを守りたいから。いや、見た方がいいでよ。本当はすげえ見たいけど。影日向に咲くってどんぐらいで書いたんですか。あれ1年以上かかった。1年半ぐらいかかったけど。それあれすっごい面白いですよ。 ね、あれめっちゃ面白かったです。ありがとう、ありがとう。面白かった。で、なんかやっぱ頭がいい人しか芸人さんになれないんだな。そうかい。本当にひとりさんがラブシーンしてたやつってひとりさんでしたっけ。ひとりさん、八日目のセミ。どういうこと。ひとりさんでしたっけ。井上真央ちゃんとラブシーンしてた。見ましたよ。あれちょっと気持ち悪かったですよ。うるせえよ。ネットでも散々叩かれてんだこっちは。劇団ひとり気持ち悪いっつって。どんなやつだったの。どんなやつだったの。なんかね、真央ちゃんのね、すごい綺麗な肌にね、めっちゃチューしてた。そう、俺気持ち悪かった。気持ち悪いって言うな。俺中谷美紀さんとも言っとくけどキス支援してるからね。すごい。すごいでしょ。嫌われマツコの一緒で。え、あ、嫌われマツコ楽しいですか。楽しい、楽しい。キスシーン、キスシーン楽しい。いや、もう楽しいっていう感じはならない実際は。え、いや、緊張しちゃって。え、カメラテストとかするんですか。しないしない。できましたよ。しないんだ。できた。本番で。ごめんごめん。はいはい。おわ、美味しそうじゃん。でもさ、あんかけチャーハンっぽくないね。え、あんかけですよこれ。え、美味しそう。スープチャーハンみたいな感じ。あ、で、これ絶対美味しいんですけど。うん、すごい。いただきますね。そんなに簡単にできて美味しそうなものができる。具なしには見えないけど、これはやっぱあのさっきの固形のスープの中に入ってるやつか。そうです。あの、ネギとかわかめとかはスープのやつなので、卵だけでも全然大丈夫です。じゃあいただきますね。食べて食べて。いただきます。おお。おいしい。食べたい。美味しい。美味しい。美味しい。食べたい。手作りって美味しいよね。具が入ってないから、なんかちょっとさ寂しいみたいな感じじゃない。全然ないです。味付けもして、あの、醤油だけじゃないですかご飯には、うん、でもあのスープがちゃんと味付けてくれてるので。これはね、給料日3つだったよね。3つでした。給料日前の皆さんにおすすめですね。うん、あの固形のやつってあれ、かき玉スープみたいなやつ。かき玉スープみたいなやつですよね。そうですね。なんかいっぱい種類あるよね。そういえばね、それって、うん、だからいろんな味できそうじゃないですか。カニ風味のやつもありますもんね。そうだよね、あるよね、うん、これはなかなかね、いい情報でしたね。はい、うん、わー、いいですよ。ヨンパラパラダイス踊っております。はい、なんかこれで終わりとかも考えられなくて、なんか声も出せない時もあったけど、
いつもみんなが支えてくれるから。さあというわけで、ここでですね、皆さん覚えてますでしょうか、自画像ダウンロード結果発表。もうずいぶん前です、番組初期の頃ですね、皆さんに自画像を描いてもらいました。はい、描きましたね。いや、セント君じゃないですよ、あなたセント君じゃないし、懐かしい。自分の似顔絵描きましたね。あったあった。はい、これだ。さあ、あというわけで、みんながこうやって自分の自画像を描いて、それをですね、番組ホームページで視聴者の皆さんが、あれ、私痩せたの、自画像をこうダウンロードできるようにしたんですよ。私痩せたくないですか。はい、でそのダウンロード数が結局一番多かった人が勝利、ということを、もう何ヶ月か前にやりました。その結果がいよいよ出ました。そんなの分かりきった結果じゃないか。実はですね、これね、うん、みんな本当に僅差だったんですよ、かなりの接戦。はい、そんなわけないよ。そんなわけないよ。見事1位を発表した方がいます。1位は指原さんです。え、え、指原？そうですよ。もうちょっと喜んでもらっていいですか。あれ、横山さん止まってます？止まってる？横山さん。大丈夫？あ、止まってる。よかった。え、なんでだ？ありがとうございます。止まってないです。はい、指原さん1位でしたよ。ありがとうございます。はい、というわけで、やっとございます。指原さんが金貨1枚ゲットです。だってね、歴としては一番自信ありましたもん、人気と人気動向じゃなくて。いや、これ似てるもんなって、うん、似てる似てる。これ片桐さんじゃないの？片桐さん、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 片桐さんか、片桐さん、片桐さんじゃないのね。片桐さんじゃない。はい、というわけで金貨ゲットです、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。さあ、私痩せたマジ。というわけで、ここからまたまた視聴者投稿ゲームでございます。ペンネームケンタロウ、20歳男性の方。はい、4パラかくれんぼ。1人がスカイプ画面に映る範囲のどっかに隠れ、他の3人は画面内のどこに隠れたかを当てると。おお、これは場所的にできそうなのは北原さんかな。うん、私でしょうね。北原さんが隠れて、はい、どこにいるかを当てる、うん、はい、じゃあ他のメンバーをちょっと後ろを見ててください。はい、はい。さあ、北原さん、じゃあ隠れてくださいね。何秒ですか？10秒。 OK、 よーい、スタート。10秒から10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、どうぞ振り返ってください。はい、大島さん、落書きしてる場合じゃないですよ。はい、どこだ、いない、今わかった、いないよ、隠れてます。数えてる、わかるわけがないと思います。はい、絶対嘘。僕がイメージしてる隠れもちょっと近かったんですよね。一応画面の中には見えてんだけど隠れてるっていうのが良かったんですけど、絶対イメージないと思う。水槽の中、水槽の中、本当水槽の中だ。水槽の中バシャーッと出てくる。水槽の中から出てくる。下にいそうでしょ、はい、下にいそうでしょ。もう20秒経ってるわけだね。もう20秒。はい、さすがにね、そこは当てられるわけがないからね。一回出てきてよ。じゃあ、もう一回後ろ向いてください。もう一回出てきて、そっから。じゃあ一回だけ、じゃあ立ち上がってください、その場で。分かりっこないんですよ、それは。あ、でも見えないじゃん。10秒でしょ。10秒が短かったんですよ。はい、じゃあ皆さん後ろ向いてください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。終了。はい、皆さん見てください。さあ、今
この画面のどこかに北原さんがいます。一番最初に当てた人が4パラ金貨ゲットです。水槽の中にありません。水槽の中、ドラムの後ろ。ドラムの後ろではありません。わかった、はい、ここここなんて言えばいいの、はい、コンクリートの後ろってこと。コンクリートの後ろ。扉、扉、ドラムの左ですよね。左、ドラムの左側、柱のとこですか。はい、柱の後ろ。はい、というわけでじゃあ皆さんで、ね、北原さんと呼びかけてください。せーの、北原さん。はい当てられちゃったぞ。はい、大島さん正解です。北原さん当てられちゃったじゃん。リエちゃん10秒で移動できる範囲って言ったらもうその辺しかないね。確かに10秒ってやっぱね。いやでも違うかもしんない。違うかもしんない。水槽の中から出てくる。水槽の中から出てくる。やりませんよ。じゃあもう一回やりますか。もう一回やりますか。はい、指原さんとこもできないもんねこれね。指原とこもなんもないですね。そうね、無理だよね、うん、よし、じゃあかくれんぼやめた。続いてペンネーム、はい、エリリ10代女性の方、片足を上げる。誰がバランス感覚があるか見てみたいということで、片足で立つっていうことですね多分ね。ん、はい、片足で立って、これって目閉じなかったらずっとできるよね。目閉じた方がいいよね、うん、だからね。はい、さあというわけで片足を上げて目を閉じて、そのままじっとしててくださいね。一番最後まで残ってた人が金貨ゲットです。それではよーいスタート。北原さんも危ないですよ。北原さん危ない、かなりブレてますよ。あれは無理だな。わ、指原さんは安定感ありますね。あ、もうちょっと。あーやつ、これ大島優子普通に両足立ってんじゃないだろうな、すごいな。あ、ブレてきたね。でもさあ残るは横山さんと大島さん、どっちだ。なんか言われると笑けて無理。言われると褒められるとダメだよね。横山が横を向いた。さあ頑張れ頑張れ。どっちでしょう。なんか優子ちゃん神様みたいじゃない。すごい、ね、大島優子ものすごい安定感。モンスターエンジンさんみたい。ぶらかさないで。暇を持て余した。さあ横山さん今2回転目に突入しました。回っております。さあ柔らかすんですもんね。仏の大島、回転の横山、どっちがこの勝負を制するんでしょうか。あ、ブレてきた、ブレてきたよ神様。神様がブレてきた。また騙された。足が疲れてきた。ね、足疲れますねこれ。暇を持て余した。神々の遊び。さあそろそろ足に疲れが来てると。頑張れ。バランス感覚とも体力勝負ですね。こうなってくると。ああ。さあ。横山すごいね。なんか回転しながらも地味になんか。ねすごいね。保ってられる。どっちだ。そろそろ終わってほしい。さあどっちだ。どっちが崩れるんだ。崩れろ。早く崩れろ。あ、回転した、回転した。来た、回転来た。回転入っちゃった、回転入っちゃったよ。回転。というわけで続いてはペンネーム中村、10代女性の方です。これシンプルですね。あーを一番長く言ってられるメンバーが金貨ゲット。ん、私ダメだな。あーと一番長く言ってられた人が金貨ゲットでございます。
はい、じゃあ準備はよろしいですか。はい、ちょっと疲れちゃった、はい、今のでだいぶ、さあ、いきます、せーので、あー、あ、綺麗に聞こえるね、4人がーって言うと、あ、大島のやつ来た、あら、もう終わった、さあ、どっちだ、うわ、横山長い長い、おお、すごい、横山さん、金太一枚ゲットです、すごいね、はい、さあ、続いてはペンネーム500ペソさん、40代男性の方、ありがとうございます、こちらよくわかんないんですけども、四パラパラダイスを踊ると、どういうことかな、僕分かんないです、500ペソさんがそういうゲームをやってくれと、4パラパラダイスを踊るということで、どういうもんだか僕分かんないんですけども、じゃあ思い思いのパラダイスを踊るの、みんなで4パラパラダイスを踊って、一番誰が4パラパラダイスだったかってことじゃないですか、なるほど、じゃあゆいちゃん歌ってよ、歌手志望だから、関係ないし、4パラパラダイスって何なんだ、4パラパラダイス、これは4パラパラダイスをせーので踊って、多分その時気持ち的にも辛くなってくると思うので、あのそしたら座ってください、最後まで4パラパラダイスを踊れた人が勝ちです、なんだそれ、これね相当精神的にきついと思うんです、4パラパラダイスを踊るのは、4パラパラダイス、はい、はい、パラダイス、この人何いくつ、40歳でしたっけ、500ペソ40歳までですね、どうしてそういうこと考えるの、あのちゃんとあの4パラパラダイス4パラパラダイスってあのずっと言い続けてくださいね、もうきついもう嫌だと思ったら座ってください、もう嫌だ、もう嫌だ、すでに、というわけで、誰が最後まで4パラパラダイスを踊りきれるのか、よーい、スタート4パラパラダイス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 、というわけで、誰が最後まで4パラパラダイスを踊りきれるのか、よーい、スタート4パラパラダイス踊っております、はい、さあ、お、いい勝負ですね、誰が最初に座るのか、さあ、そろそろきつくなってくる頃ですね、はい、お、まだ乗り切ってますよ、はい、もう精神的にきつくなったら座ってください、いつでもいいですよ、はい、いい勝負ですね、4パラパラダイス、はい、これは結構長期戦になるかもしれません、まあ、この辺まではねまだできると思うんですよ、はい、横山さん、もっとパラダイス、もっとパラダイスして、ダメだよ、もうこれはもう勝負がつくまで我々は見守ることしかできないです、それではこのままさあ座った。
もうこれはきつかった。わすごいですね。まだ2人はパラダイス中です。さあパラダイスはいつまで続くのか。北原さんもっとパラダイスしてください。もっとパラダイス、もっとパラダイス、負けちゃいますよ。いいですね。ゆうこさんすごいな。ね、これ終わんないと思うわ。いやー大島さん見事でした。踊った、お疲れさんです。パラパラです。踊った。どうですか、やっぱ精神的には結構きついものありましたか。なんか全然大丈夫でしたか。指原さん、指原さんちょっとやっぱりテンション落ちてますね。なんかちょっと終わった後の虚無感そうですか。何やってたんだろう。なんかね、でも4パラパラダイスっていう風にずっと言ってるとね、呪文みたいにね、自分が分かんなくなる。4パラパラダイスがよく何なのかよく分かんなくなってくる。あるんだね。4パラパラ、4パラパラダイスが呪文みたいってなる。パラダイスハイみたいのがあるんだね4パラパラダイスハイ。あさあ今さっき一緒に釣り対決したひーちゃんが目の前ですごい冷たい目でずっと見てそれもきついね。500ペソさん、これで良かったでしょうか、はい、さあというわけで、収録時間がそろそろ終わりに近づいてきたので、はい、わ、はい、かりました。というわけで以上で、終わりです。はい、はい、4パラが終わりです。これで終わりとかも考えられなくて、なんか声も出せない時もあったけど、いつもみんなが支えてくれるから。4パラが終わりです。4パラ自体が終わりなんでしょ。4パラ終わるんですか。はい、はい、あの4パラが、ねえねえ短くないですか。短い、あっという間。まあ一応待って待って待って、そしたらさ、4パラパラダイス最後多分あのあれでも番組終わるんじゃないですか最後ね。そう、2人のあの4人のパラダイスはこれからも続くっつって終わってくんじゃないかな。終わっちゃうの。いや、いい、寂しいよ。いや4パラに合ってる、いい終わり方だったんじゃないでしょうか。でもさ、最終回セレモニーに近かった。なんかさ、1回でさ4回も収録するからさ、そうそうそう、全然なんかやった気になってないじゃないですか。もっとさ、もっといっぱい収録したかったし、実際にみんなで会ってやりたかったですよね。そう、私なんかやりたかった、みんなで。実際はだから6回ぐらい、6、7回ぐらいしか収録してないんじゃないかな。してないですよ、してない、うん、だからしかもあれでしょ、なんかいつもグタグタ、ほんと。だからそんなにみんな思い出もないでしょ。なんてこと言うの。いやいや違う、思い出ができる前に終わっちゃった感じ。そうそうそう、思い出作りの途中で終わった感じ。いや俺誰か泣いてくれんじゃねえかなと思って待ってんだけどさ、誰も泣いてくんないからさ。いやなんか唐突すぎて。そう、唐突すぎるというか、うん、ちょ嘘でもいいからなんか泣いてくんねえかな。一応番組番組終わっちゃうんでね。はい、どうですか指原さん、今のお気持ち。なんかこれで終わりとかも考えられなくて、なんか声も出せない時もあったけど、いつもみんなが支えてくれるから、終わりたくないです。嘘つけ。もういいです。はい、じゃあ、あのこれで一応最終回ということなんですけども、何か皆さん、じゃあ一言ずついただけますか。大島さん、はい、今までグダグダなのに見てくれた人ありがとうございました。はい、さあこれからは、うん、それぞれが歩む道を歩んでいきます。いや解散するわけじゃないですよ番組が終わるだけですから。解散するんですか。はい、横山さんまた会う日まで。はい、そうですね、
や楽しかったですよ、酔っ払う。一番こう印象深い記憶に残ってるコーナーとかありますか？コーナー、まあゲーム、何ですかね。ニローニじゃない、ニローニ。ニローニかな。やっぱりね、あれはみんなの記憶に新しいですけどもね、ニローニっていうね、新しい生物を生み出したデザイナーさんですからね。北原さんはなんかこの番組の思い出は？この番組の思い出はなんかロッテッドでイベント握手会を1日やった後に深夜まで撮ったのが本当に大変だった。大変だったね、あれはね。でも楽しかったです、本当に。毎回最初のうちは回線うまくいかなかったからどうなるかなと思いましたけども、楽しかったです、すごく。まあ北原さんやっぱりね、あのボーリングの1投目のストライクが、うん、あれもすごい嬉しかったです。あんなことなかなか起こらないので自分に嬉しかったです。はい、うん、そして指原さん。そうですね、最初始まった頃は指原だけ10秒のタイムラグがあったりとか。あったね、みんな手叩いたりしてさ、やってたねみたいなやつやったりとかも、大変どうなるかなと思ったんですけど、すごく楽しくて、ファンの方からも素が見れて嬉しいとか。え、これもう一回やるとかはないんですか？ないの？今のところそういう話ないですけども、最近になってようやくね、メンバーも見始めてくれてたんですよ。そう、そうメンバー人気、メンバー人気が高いんですよ、この番組。あ、そうなの？ AKB のメンバー、うんうん、はい、だからもっとやりたい。なんか夜中にそのな何もなく何の感情も入れずに見れる番組だと感情入れろ、感情を。なんか、すごい意気込むわけでも、うん、なくただなんとなくつけててふふって笑える番組だと言われてたんですけど、そういう癒し系の番組だと思ってたんですけどね。そうなんですよね、でももう終わってしまうのは残念ですが、またいつかこのメンバーで揃ってやりましょうよ、うん、やりましょう、ね、その時またみんなで四パラパラダイス踊ろうじゃないかこの番組はフェイスグループの提供でお送りしました。ありがとうございました。ちょっとこれを口にするのは悲しいですけども言わせてください。スカイプオフあー